この国をいいところにもっと素晴らしいところに。はい、国中より愛を込めて大統領候補トランプ&バイデン過去のデタラメをおさらいします。でございます。はい、トランプさんの銃撃後の世論調査なんですけど、トランプさんの支持者が 43%、 バイデン現大統領の支持率が 41%、 トランプさんの2ポイントリードと今報道されてますね。はい、でこれ朝日新聞デジタルの記事なんですけど、銃撃されたことでトランプ氏のイメージ戦略っていうのに使われてるよみたいなこと書いてあって、強いリーダー像、それから共和党とトランプのイメージアップ作戦になってるんじゃないのっていうことを書いてるんですよね。こう拳突き上げてる、こう下の方の写真見えるかな、下の方のね、これ拳上げて後ろにアメリカの国旗がある。まあいかにもアメリカっぽいですよね、これね。まあうさんくさくてしょうがないですけど、まあこんなことやって、トランプさんのイメージ戦略っていうのは進んでるよーと。おい、次。これびっくりしたんですけど、皆さん知ってました？ 6 月の7日はバイデン氏がですね、フランスで行われたノルマンディ上陸作戦記念っていうのね、式典の途中で、なんか浮き漏らしちゃったみたいで、そそくさと途中で退席したっていう。知ってました？僕知らなかったんですけど、健康状態もそうなんだけど、本当に認知症のこととか大丈夫ですかっていう、なんかおむつした方がいいんじゃないっていうね、なんかそういう介護が本当に必要なぐらいなんじゃないのっていうちょっと気もするんですけどね。でそれから6月の11日、息子のハンター・バイデン氏がね、銃の購入の際に麻薬中毒であることを申告しなかったっていう件で有罪だよって。バイデン家大丈夫ですかこれ、本当に。これ大統領にして大丈夫なんですかこの一家を。っていうね、懸念があるんですけど、今ね、おかしいですよね。ね。はい、でもう一個これ。こっちもやばくないですかこれ。ゼレンスキー大統領呼んでて、ね。プーチン大統領ですって言っちゃってるんですけど、これ大丈夫ですかね、本当に。本当に認知症のね、疑いとか、考えた方がいいんじゃないのと。で、ね、陰謀論のこととかが特に好きな人は、どのバイデンだみたいなね、クリーム社がいっぱいいるぞとかさ、あとね、マスクかぶってるバイデン元気がいるんじゃないかってね、言ってる人もいるけど。まあ前に出て本当にやってるそのバイデンらしき人が、彼ね、陰謀の好きな人たちがいるバイデンらしき人がこんなにこう名前言い間違えたり漏らしちゃったりっていうのはこう大丈夫ですかと、気がしますけどね。はい、でバイデンさん撤退した方がいいんじゃないっていう声も上がってて、これは7月17日のテレ朝のね、ニュースのところから開きしたんですけど、これ秋のアメリカ大統領選挙に向けてバイデン氏に選挙戦から撤退を求める動きが民主党の中で再燃していますと。やっぱやばいじゃないの、これじゃ勝てないんじゃないのってことで、副大統領のカマラ・ハリス氏に出馬代わってもらったらっていうようなことがね、民主党の中で出てますよっていう、まあ、そういうニュースもね出てきてますと。はい、じゃあバイデンさんって人は過去にどんなことやってきた人なのと、テレビや新聞で言われてるのとね、全然違う変なことやってきてるぞっていうのを、チャンネル翼的には皆さんにお知らせしたいと思います。はい、これこの写真見て気持ち悪かろうこれ、バイデン氏の小児性愛の、疑惑ってね、子供たちにべったりくっついてチューして、チュー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 してるわけですよ、この人。気持ち悪いよ、これ。もう、女の子とか嫌な顔してんじゃん、これ気持ち悪いって言ってさ。ね。はい。で、このバイデンさんは、
あのロリータエクスプレス号を持っていたジェフリー・エプスタインとね仲良しだった話で、このロリータエクスプレスと呼ばれるプライベートジェット機のボーイング727をね、ジェフリー・エプスタインが持ってて、お客さんと一緒に年間600時間飛行していたと。その中で何やってるんですかってことがさ、ね、やっぱエプスタインに通ってる場所で、そこで子供たちとこっちのジャリー小児生の人たちがね、なんか変なことしてるっていうのが見えたよね。で、2019年の8月の10日に最新の申し立てで逮捕と。で、勾留されてたニューヨーク州の拘置所内で首を吊って自殺したと発表されましたと。で、このエプスタインとバイデン氏のね、裏側でなんかいろんな関わりなんじゃないのなんて言われてたりさ。で、あとこれ不可解なのは、このエプスタインはね、確か夜のこの時間からこの時間は拘置所の中にいなきゃならないけど、通常の時間は外にいたとかっていう話もねあるんだよね。え、なんだこれ、それで自殺なの？死ぬなら外で自殺するでしょ。だからこれ暗殺されたんじゃないですかと。なんか都合の悪いこと言い出しそうだから暗殺されたんじゃないのなんてさ話もあるじゃない。じゃあバイデンだけがおかしいかっていうと、このエプスタイン島にトランプも行ってんじゃねえのなんてニュースもあるでしょ。だからさ、どっちになったって大して変わんないんじゃないのっていうのがアジョビコ的な考えです。はい。で、ジョー・バイデン、ハンター・バイデン、この親子がまあおかしな話がいっぱいあるわけですよ。これはテレビでは全然取り上げないけどね、この親子怪しげな話がたくさん出てきますということで、ほい。で、オバマ政権時代の副大統領をバイデンさんやってたんだよね。で、その時から中国ね、習近平さんと親密な関係がずっと続いてるよと。中国とよろしくやってるんでしょと。で、その息子のハンター・バイデンって人は中国のメグビーっていうね、その会社が開発した顔認識プラットフォーム、そこにね今投資して役員になってるよと。で、そのメグビー社の顔認識プログラム、プラットフォームでウイグルの人たちのね、監視にするために使ってたんでしょなんていうことがさ、暴露されたりしてるようなとこだよね。中国とまずべったりしてる、それがバイデンだよと。で、もう一個こっち、ウクライナゲートっていうのがあって、2015年にバイデン副大統領の欧州に兵器送還の可能性があるよと伝えた汚職疑惑ですと。で、ウクライナの検察が捜査に乗り出したウクライナの天然、ガス会社プリスマホールディングスと、ここの幹部にね、ハンター・バイデンが2014年に就任してるわけですよ。で、バイデン氏はウクライナ政策に関与してたから、もう利益相関じゃないのと言われてるわけですよね。で、これウクライナゲートって話ですけど、で、それについてウクライナの担当をしていたジョージ・ケントっていうね、アメリカ国務次官補代理っていう人が、バイデン副大統領、当時のね、当時のバイデン副大統領は、ウクライナの新政府に圧力をかけて捜査を担当していたウクライナの検事総長、まあ、この後説明しますけど、その人を解任させたよっていうね、このことについて発表しちゃったわけですよ。はい。で、2016年このバイデンがね、プリスマホールディングスの所有者の不正関与疑惑を捜査しましたと。ビクトール証券さんってね、検事長、検事総長さんなんですけど、で、この人のね、解任をバイデンは迫ったと。何やってんのと。自分の息子がね、やらかしたことをね、もみ消さないならやめさせろって言ったんだよ。やばいよね、バイデン。ね、で、ウクライナの賞金氏を更迭せずに他の腐敗防止の要求に応じなかった場合、アメリカがね、政府として10億ドルの保証付き融資っていうのをウクライナにやろうとしたんだけど、それ差し控えるよと、10億ドル貸さないよって脅かしたっていうね、嘘みたいな話なんだけど、これバイデンがね、アメリカの公聴会で公の場ではっきり言っちゃってるわけですよ。
動画も後で見せますけど、でアメリカのね、まあ、アメリカもそうだし日本もそうだけど、トランプ叩きの報道はするけど、アメリカも日本もね、これ検事総長を解任させなきゃ金を渡さないと言ったんですなんて、これを報道しないんだよね、西側のメディアっていうのは。とても気持ち悪いよね。はい、じゃあちょっとこの動画短いですけど、ちょっと見てください。They said, you have no authority. You're not the president. The president said, I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. I said, you're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, what, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid. はい、で、当時のね、トランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領、まあ、あのゼレンスキーですよ。で、この件を調査してほしいって依頼したわけですよね。で、これに対して、アメリカの民主党は、ウクライナの内政干渉だろうって怒り出して、トランプ大統領のね、弾劾裁判だっつって、お騒ぎしたんだよね。でもアメリカのメディアも日本のメディアもトランプの弾劾裁判が始まりそうだってこっちばっかり言ってて、いやバイデン、そのきっかけ作ったバイデンが何やったかっていうのは何も流さないんですよね。気持ち悪くないですかこれ。ね、バイデンとゼレンスキーはズブズブでしょ。だってウクライナのね、こともってさ、ウクライナでね、何が起こってるかってさ、2004年のオレンジ革命の時、いわゆる2014年のウクライナ騒乱の時に、ね、ジョージ・ソロスがね、民主党政権とズブズブのジョージ・ソロスのさ、財団、ね、そこがお金出したり、CIA がお金出したりして、ロシア派の、親ロシア派の大統領がね、当選した時だけ、不正選挙があるだろうとか言ってね、デモとか暴動とかが急に起こるんですよね。でそこにお金出したんですよ。民主党側のジョージ・ソロスと CIA がね、そうやっておかしなことをやらかして、でアメリカ寄りの大統領に転覆、ひっくり出して転覆させるってことをやってた。それがだってウクライナじゃん。ね、今もその流れを引き継いでるゼレンスキーが大統領やってるんでしょ、ウクライナ人のゼレンスキーが。ジャワンもいいとこだよねっていうのが、カジュピコの考えです。はい。じゃあね、一方のトランプ氏っていうのは、じゃあすごいみんなに期待された救世主なんですかっていうところから入っていきましょう。で、つい最近これ言ってる人多いんですけど、イルミナティカードに予言がされていたですね。襲撃の話とかをさ。で、これイルミナティカードに載ってたよ。だからもともと計画されてたものでしょう。まあ、自作自演だろうみたいなね、ことが言われてたり。あと襲撃された時の SP さんたちの位置がおかしいよって言ってる人もいるよね。最初にバンって撃たれた時に、トランプさんの周りを囲んで、ね、背中を向けて並んでるんだよね、丸く、円陣組むようにして。要は胴上げする時みたいにこう丸く取り囲んでて、背中を向けちゃってるって状態。本当だったら、第2、第3の攻撃ってのがあるかもしれないから、背中を向けるんじゃなくて逆にどこから狙ってるのかなっていう状態で全く反対側向いてトランプさんをこう下に座らせて、あとは救助してっていうことをやりながら、拳銃はいつでも撃てるぞってポーズで言わなきゃダメだってなんかね、そういうこと言ってる人いたよ。まあ確かにそうだよね。でこれびっくりしたのが、狙撃した犯人が建物の上から狙ってるっていうのを一般の人もずっと現場の人たちに言ってたらしいよね。ライフル持ってるやつがいるけど大丈夫なのと、でそれをね知ってて撃たせてるっていう、おかしかこれってって思うわけですよ。で実際にね、実際にライフルで耳にね、集団がかすってたら耳太んねんじゃないのって言ってる人もいるよね。でもこれは正直本当に撃たれたのか
自作自演でね、もともと計画されてた茶番なのかでは分かんないですけど、トランプがリーダーにふさわしいっていう感じと、イメージアップ、強いアメリカみたいなイメージアップのさ、共和党がやろうとしてることにはうまく乗っかってるなって感じがしますけど、はい。で、2020年に QAnon を取り上げたフォーブスの記事っていうのがね、あるんだよね、これ。で、当時は、アメリカ共和党の支持者の 56% が QAnon を信じているって言ってるんだね。で、共和党支持者の3分の1が、エリート層とディープステート、闇の組織をめぐる QAnon の主張を真実だと答えてると。だから、ディープステイトっていうヤバいやつらと戦わなきゃいけないんだ、トランプが救世主だみたいなことを言い始めてたで、ね、当時ね、それで盛り上がったのね、選挙がね。で、1999年の7月の17日にジョン・ケネディ氏の操縦する飛行機が墜落した。で、妻と妻の姉の3名が死んだと。で、これ若きのトランプと親しかった JFK ジュニアのジョン・ケネディ氏が実はまだ生きていて、これが QAnon ではないかってね言われてて、よく演説してる後ろ通り、この矢印で下おじさんね、この人がよくいるよと。なんかこの間のその襲撃銃でね、銃撃されたところにもこの人いたんじゃないのって言われてたりもするでしょね。だから本当にこのジョン・ケネディっていう人が QAnonなのかどうなのかわからないですけど、はい。で、QAnonの支持者の多くは熱狂的なトランプのファンで、かつくすったエリートに反対する反エスタブリッシュメント主義者だと。で、この Q が唱える陰謀論は Q と匿名を意味するアノニマスを掛け合わせて QAnon、Q アノニマスっていうのね、ディープステイトと戦ってるんだっていうのことを、光の戦士だみたいなことを言ってるわけですよね。はい、トランプが大好きな人たちは光の戦士なのだ、緊急放送がそのうち起こるのだってね、言ってて、トランプさんもね、過度に期待して依存してるっていう状態は続いちゃいませんかという気がするんですよ。本当にね、トランプが世の中を良くしてくれるんであればいいけど、でも、これ、アメリカを良くするって言ってるんだって、日本を良くするって別に言ってくれてるわけじゃないからね。だから、これで、トランプが本当の救世主だとしても、それが日本でね、日本にも波及してくるのは時間差あるからね。で、日本は日本で本当にやらなきゃいけないことあるんじゃないのって思うんですよ。はい。で、トランプさんは本当に救世主なんですかと。QAnon情報では、ディープステートに立ち向かう救世主であるって言ってるけど、だけど、イバンカのね、トランプの娘のイバンカのね、旦那のクシュナーさんはユダヤ人だし、ネタニエフ、イスラエルのね、イスラエルのネタニエフ首相に寝室を貸しちゃうほどの仲良しで、で、イバンカはユダヤ教に改宗してるし、トランプも回収してんじゃないのって言われてたりするわけですよ。はい。ね、トランプはディープステートに向かう姿が救世主感があるよ。ね、これトランプ支援者、結局、トシチャイルドをグレタ・イスラエル計画、過去にもね、この動画で説明しましたけど、過去ね、トランプさんが何回か破産したときに、その都度、ロスチャイルド系が助けてきてたんでね。ロスチャイルドに助けられてきてるんだよ。今もロスチャイルド系の金融資本家の後ろ盾になって、で、その人たちの思惑で動いてんじゃないのと、アキピコは思うわけです。はい。で、トランプにも、プーチンにも、ネタニヤフの背後にも、自称ユダヤ教正統派っていうね、圧力団体ですよ、この人たち。ユダヤ系のね。政治介入する自称ユダヤ教正統派のハバット・ルバビッチっていうね、団体があるわけですよ。で、ロシアが発祥だって言われてて、で、今はアメリカにこの人たちがいつもいると、常駐してるよっていう言われててね。で、この写真はさ、
プーチン大統領の後ろで何か言ってるわけですよ、ハマっとるのは違う。でこれがトランプの後ろにもネタニヤフの後ろにもちょいちょい現れてくると、ね、ユダヤ教のね人たち、すごい力持ってる人たちですよ、この人たち。はい、であとはトランプに関してはサンヘドリっていうね、ローマ帝国支配下のユダヤにおける最高裁判権を持った宗教的政治的な自治組織だよと。で今イスラエルの国民って言われてる人たちなんだけど、この人たちがなぜかねトランプ大統領の記念行為を作ったりしてるわけですよ。これね、完全にイスラエルが後ろだったでしょ。ロスチャイルド系の人たちに支援されてるわけじゃないね。それがトランプって人だよ。ディープステイトと戦うんだって言ってるけど、ユダヤの人たちの手下じゃないのと思うけどね。はい、で安倍晋三さんがね亡くなった時にもトランプ氏はこれね、文鮮明の死後10年に合わせて UPF 天地平和連合ってなんかここが開いた会で亡くなった安倍晋三さんのことについて語ってます。統一教会のイベントだよ。でそこにトランプ 前大統領としてねビデオレターを買ってました。で安倍さんは良き友人であり偉大な人物であったと。人々は彼を懐かしむだろう、深い哀悼の意を表する。もう哀悼の意を表するのはいいんだけど、言ってる場所が統一教会の関連だよね。で安倍ちゃんと統一教会つながりだと思うんだよね、これもさ。でもこういうのってテレビとか新聞じゃ言わないじゃない。安倍さんがさ統一教会のイベントにさ祝電をバンバン打ってるとか、偉大な反逆者様とか言ってるのなんかそういうとこ見てっちゃってるとかね、そういうの言わないじゃないね。衛生保守の人たちも言わないじゃない。統一教会のイベントにいっぱい参加してるしさ、国際勝共連合を作るところにさ安倍さんが関わってたよなんて話とかもさ、テレビの新聞も言わないし、衛生保守の桜井よし子さんとかね、ミルとか花田とか何も言わないじゃん。日本保守党の人たちも言わないじゃん。なんで言わないの？韓国嫌いなんでしょ？なんで韓国の統一教会とべったりの安倍さんのことを言わないの？おかしかろ？なんで言わないの？ね。アメリカの共和党は統一教会とお親和性があって、で、自民党の清和会をしてましたよと。で、アメリカの民主党ってどうなのって言ったら、ね、CSIS、ね、そこ経由で自民党清和会にあれこれ言ってたよと。要はジャパンハンドラーってね、いう人たちがいっぱいいる CSIS ですよ。マイケル・グリーンとかさ、リチャード・アンディスとかね、そういう人たちがいたところ経由で自民党の清和会にあれやれこれやれって言ってた人たちじゃん。どっちにしても日本は奴隷だよっていう構図じゃん。うん、ね、こういうことをちゃんとテレビ新聞言ってほしいわけですよね。はい、でこれトランプと共に人類の新しい未来の扉を開こうなんつってさ、福岡のケボのね公園のところで、よく翼の塔の福岡行った時にやってるケボ公園のところですよ。ここでねトランプ、アメリカ大統領支持デモ行進っていうのやったんだけど、これどこが主催してるってサンクチュアリ教会だよ。思いっきり統一教会の集まりだよね。トランプすごいっていう、Q アノンすごいっていうムーブメント作ってきたのってこれ統一教会でしょね。そういうことちゃんとテレビ新聞は言ってくれないと、みんなの知識として持ってかないとダメだよね。はい、でアメリカの大手のメディアって民主党寄りなんだよね。でガーバも多額の献金をしてるし、民主党のねバイデンにちょっとすり寄る感じの報道が多いよね。でガーファもそうだよね。で日本も全く同じ流れで報道してるんじゃない。なのでトランプがおかしいっていうことばっかりずっと言うよね。はい、でバイデン氏にこう偏りすぎた報道をしてるっていうのもこの図がこういう感じ。アメリカの民主党と大手メディア、ここに CSIS が絡んで、さらにここにガーファね、ガーファ、グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、あとマイクロソフトとかもそうだけど、そういうところがもう民主党側に寄ってるよねと。で言論統制で
健康放送も健康報道の可能性もあるよねと、こう厳重な注意をしてね見ていかないとダメだよねっていうふうに思うわけですよ。そうでね、ウクライナ戦争でこの図がはっきりしてるんですけど、ユダヤ資本の左派っていうところが間接的にこう関わってるんでしょと。でどういうことかっていうと、ユダヤ資本の左派っていうところね、バイデンとかジョージ・ソロスとかゼレンスキーとかさ、このガーバーにね、マイクロソフトを入れたアメリカ民主党と CSIS と CIA、ね、そういうところがウクライナにお金を入れて、で、アメリカ派の大統領っていうのを生むってことをずっとやってきたじゃない。2004年のオレンジ革命、2014年のウクライナ騒乱ね、その辺に、ジョージ・ソロスのさ、ソサイエティ財団とか CIA がお金入れて、不正選挙が起こったんじゃないかって言って、あの、選挙やり直して、で、アメリカ支持派の大統領っていうのをこう突っ込んできたと。で、それでもさすがにおかしいってなって、じゃあ、ちゃんとした人を選びましょうって言った、ちゃんとした人ってのが今のゼレンスキーだからね。全然ちゃんとしてないけど。そういう流れですよ。で、ユダヤ資本の右派っていうところに、さっき言ったね、ハバット・ルバビッチが後ろにいるような、プーチン、トランプ、ネタニエフ、キルアモン。で、アメリカ共和党と統一教会の関係。で、共和党と CSIS、CIA と。で、CSIS と CIA って別に、どっちがどうなっても、ちゃんとそこに絡んで、あの、やってる人たちだから。こんなような構図で、あの、アメリカとイスラエルとユダヤ資本っていうのが絡んでるわけだよね。こういう図式で見ていきたいわけですよ。はい。で、庶民がね、三崎の闘牛に熱狂してるとき、例えばこの闘牛の、あの、ウクライナとロシアがバーンってぶつかり合ってる。で、ロシアが悪いみたいな報道をしている、あの、後ろ側で、この闘牛場のね、VIP 席にいる国際金融資本家たちは、庶民ってバカだよなーってせせら笑って、我が世の春を満喫していますと。で、それが世界の構造だよと。通貨発行権を握って、お金をね、何もないところから作り出して、それを各国の政府に利子をつけて貸し出しをして、で、各国のその国民に税金って形で納めさせて、手数料を握ってると。なんもないとこからお金作ってる連中ね。で、それを統治してるのが国際決済銀行の BIS でしょ。スイスのバーゼルにある。で、こういうことってさ、ちゃんと、あの、本当はメディアが言わなきゃいけないことだよ。翼の党が口酸っぱくして言ってるけど、そういうこと言い続けると態度だからね。うん。これが世の中の構図だよ。国際金融資本家が見せたい世界観で庶民を誘導しているおかしな世界ですよっていうことをずっと僕らは言ってるわけです。はい。じゃあどういうシナリオでどんな構図になってるのかっていうのはこれね。で、イスラエルがね、できた時、あのバルフォー宣言でさ、あの、イギリス政府がこんな感じでパレスチナの地にユダヤ人の国作ってもいいですよなんて言ったバルフォア宣言ね。それに基づいてイスラエルはそこから作ることが始まってるんだね。で、そこに実動部隊の大物として投入されたのがアイゼンベルグっていう人ね。で、過去動画のアイゼンベルグのこととかもぜひ見てほしいんですけど、あの、ユダヤ人のアイゼンベルグが日本にやってきて日本の奥さんをもらって、国籍自体はあのユダヤ人だけどイスラエルのことをたっぷりやってるやつだけど日本人って設定だからね、本当に国際的に責められたら、いやいや日本人だからって言って、あの、責任を押し付けられるかもしれないポジションにいたのがアイゼンベルグだよ。こんな人がイスラエル建国の父として活動してたんだよ。で、その裏側でナチスとアメリカがさ、あの、業務提携してたりね。で、そのユダヤ人の国を作るんだパレスチナにって言ってた世界シオニスト機構ってとこと、ナチスドイツの提携関係だからね、この右の上の青い字で書いてあるところ。1933年にハーバラ協定って結んだりして。ね、で、あの、ナチスドイツの商品を、こう、売りさばくのを、世界シオニスト機構がやってたりね。で、ナチスには、あの、アメリカがお金貸し出してあげるとこに、911の時のジョージ・W・ブッシュのおじいちゃんのプレスコット・ブッシュって人がね、関わっててさ。で、あの、アメリカの GM とかクライスラーが戦車とか装甲車を作ってナチスに納めてたりね。で、ドイツの鉄鋼のフリッツ・キッセンっていう人がナチスのことをゴンゴン押してたんだけど、
でも実はね、そのフリッツ・ティッセンっていうドイツの鉄鋼王と、そのさっき言ったアメリカのプレスコット・ブッシュっていうのが同じ会社を持ってて、でナチスが敗れましたってなった時に、アメリカの銀行にそのフリッツ・ティッセンのねお金とか全部移すっていうのを、そのプレスコット・ブッシュってやつらがやったんだよ。おかしかろ、でたらめでしょ。で、このほら実戦部隊のアイゼンベルグって人が、じゃあアメリカで何やったかって言ったら、 CIA 作ることに関わったり、マーダーズインクっていうアメリカのねマフィアを束ねるようなことをアメリカでやってましたと。でロシアで何やったのって言ったら、プーチンにねガンガン指示出せるようなポジションにいたマーク・リッチっていうさ、ドリアンマフィアをね束ねて、あのロシアの仕組みを作ったんだよ。であとは中国に行っては、チンパンっていうさ、あのチンパンっていうマフィアでね、そこと連携して武器と核技術を提供するっていうのことを、あのアイゼンベルグが関わったんだよ。であのなんだ、アヘン戦争をした時もアイゼンベルグがね間に入って、サスン財閥っていうところが中心で、アヘンをね中国に売りつけてたのを、ちょっと待ってくれって言って、サスンを押しのけてジャーリン・マセソン商会っていうのをこうウェイルに押して入れてったっていうのもアイゼンベルグだったね。でそのジャーリン・マセソン商会の横浜支店長っていうのを、あの吉田健三って人がやってて、でそのね、そこに養子で入ったのが吉田茂で、でその孫が麻生太郎さんだからね、だからがっつりこう、ま、あのアヘンの利権っていうところがちゃんとあの麻生さんってところに引き継がれてるっていう、こういう図式だよ。こういうのもテレビとか新聞ちゃんと言ってほしいよね。はい。でこういうふうにね、金融資本家の人たちがあのやっているさ、この右の上のね、新世界秩序っていうさ、それをね、あの、戦争とかビジネス経済、監視社会、異常気象、環境のこと、病気とか健康のことね、今の流行り病と、ご注射のこととかさ、でそういうのを、あの、バラバラに動いているって見えているものが、実は同じ金融資本家のシナリオに基づいて行われていて、で、それが着々と進んでいってる状態を、これオーケストレーションっていうのよ。やってる彼らが言ってる言葉だからね、陰謀論じゃないよ。で新世界秩序、ニューワールドオーダーなんていうのも陰謀論じゃなくて、ちゃんと普通に政治用語として使われてるからね。パパブッシュなんかがさ言ってっからね、あの80年代90年代ぐらいにちゃんと言ってっからね、政治用語だよ、陰謀論じゃないよ。はい。でどんな世界観で彼らが動いてるかっていうと、BIS のね、国際決済銀行を中心にした中央銀行デジタル通貨っていうのをこれから作っていって、キャッシュレス化しようとしてるよ。基軸通貨のさ、ドルを一回崩壊させて、これからチャラにしていこうっていうのね、そんな目論みがあるんじゃないのと。あとはタルピオットプログラム、8200部隊なんていうイスラエルのエリートプログラムね、これを持って、IT の技術と軍事の技術をイスラエルががっちり握っていくと。でそこにね、社会信用スコアなんていう一級市民、二級市民みたいに分けていく仕組みね、中国でもやられてるけど、こういうのを入れてって、あの一帯一路とあのイスラエルがやろうとしてるグレータイスラエル構想っていうのを合わせて、庶民をがっちり管理していく社会に持っていこうとしてるよね。で国際金融資本家の目標っていうのは、まあ、日本ではムーンショット計画ですね。あの機械の体を持って頭にチップを埋め込んだり、こう線で繋いだりして VR の世界で生きていけみたいなさ、で人口をこう減らして生きてくる生き残った人たちは頭に線繋いだりチップ入れたりして、あのこれらの役に立つことをやれと。あとはもう子孫を反映することなんかいらねえよっていうような世の中にこうこの人たちはしていきたいと。だって人口は5億人から10億人でいいよと。ユダヤ系の人たちに貸し付く人間が10億人ぐらい、ここから10億人いればいいよって世界にしていきたいっていうのが彼らの目標だからね。はい。そんなようなことを、あの、このおかしな話になってるよっていうのを、まずは世界中の一般の民が知っていくってことを知らなきゃダメだよね。だからテレビ、新聞に負けないで情報をきちっと取って、横に繋いでいくってことをやりたいです。今後、妻ママ等では
政治に関心がなかった20代30代の若者にこういうことをどんどん知ってもらって、で支持層も拡大をしてね、選挙に行かなかった人たちを選挙にこう行ってもらうような、そんな世の中にまずしていきたいと、若者の力でね、おかしいだろこれっていうことをこうがっつり言ってくれる人たちをどんどん増やしていきたいなんていうふうに思っています。はい、今日も大変時間が長くなっちゃいましたけど、こんな感じでやっていきたいと思っています。いいねをウィッと、いいねボタンをウィッと押してもらったり、チャンネル登録していただいたりすると大変嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだテレビでもさ、ピープルパワーで黒川キョピコでございました。ありがとうございます。じゃあまたね。権力者たちが働かないから国民が不幸になっているんだろう。